皆さんこんにちは。アメリカ橋で知られる演歌歌手である山川豊さん。今回は山川豊の死去を友人橋幸夫が告白した実態と、兄鳥羽一郎の隠された訃報や2人の壮絶な生い立ちについて紹介します。まずは山川豊の履歴とプロフィールから紹介します。山川豊さんは2021年にデビュー40周年を迎えた日本を代表する演歌歌手の一人です。山川豊さんは1981年のデビュー曲函館本線がいきなりのロングヒットを記録すると、日本レコード大賞新人賞などその年の新人賞を総なめにしたのです。そしてデビュー5年後の1986年に念願の紅白歌合戦に初出場を果たした山川豊さんは、1998年にはアメリカ橋が大ヒットを記録し、2005年まで過去11回の紅白出場を果たしています。また山川豊さんは私生活では2022年8月に30年連れ添った一回り年下の夫人と円満離婚していたことが明らかとなり、当時は大きな話題となったのです。2023年には3年ぶりとなる新曲人生苦労坂をリリースし、精力的に活動する山川豊さんですが、2024年1月10日に事務所の公式サイトで肺がんと診断されたため、当面の間治療に専念することを発表したのです。そんな山川豊さんは昨年2023年11月中旬、定期検査で血液検査をしたところがんの疑いが見つかり、12月に造影剤を入れてペット検査など精密検査を受けたところ、肺がんと診断されたそうです。40年以上にわたり演歌歌手として活躍する山川豊さん。ここでは山川豊さんの実家の家族についてご紹介します。三重県鳥羽市の海沿いの小さな港町で生まれ育った山川豊さんの父親は木村伝蔵さんといい、漁師だったそうです。そんな山川豊さんの父伝蔵さんは大の博打好きで、母親からなけなしのお金を奪っては博打で使い果たし、父親が博打で負けたせいで家を取られてしまい、納屋で生活したこともあったそうです。こうして家族に迷惑をかけた父親ですが、妻が認知症になった時は罪滅ぼしだと最後まで介護してくれたそうです。そして山川豊さんの母親は春江さんと飯山さんをしていましたが、寮だけでは生活していけないため、半農半漁で朝5時に起きて田んぼに出かけ、9時から海でアワビやサザエを取り、海から上がると再び田んぼへ向かうなど、一日中家族のために働いていたそうです。山川豊さんの兄は言わずと知れた大物演歌歌手の鳥羽一郎さんです。鳥羽一郎さんは弟たちを高校へ進学させるため、中学卒業後からマグロやカツオ漁船に乗り、漁師を辞めた後は調理師免許を取得し板前修行をしていたそうです。そんな兄には今も頭が上がらないことを山川豊さんが明かしています。兄貴は僕や妹たちを高校に行かせようとマグロ船に乗ってくれた。海に出ると1年近く帰ってこなかった。兄貴にはいまだに頭が上がりません。鳥羽一郎といえば、ねじり鉢巻きに長靴という漁師スタイルで歌う兄弟船が代名詞です。かつての鳥羽一郎が別れの一本杉並だ船を愛したように、今や兄弟船は漁業従事者の心の拠り所。他にも北のカモメ歌男の港と荒波が似合う男気ソングが人気となっています。同じ海をテーマにした歌でも母親への思いを綴った曲はまた一味違う情緒が感じられます。兄弟船も父が残した兄弟船で荒波を越え母に孝行しようという内容の歌詞がグッときますが、海の匂いのお母さんは尼だった鳥羽一郎の母親を思わせる優しい名曲。またかなり意外ですが、カサブランカグッドバイは大人の男女の切ない別れが綴られており、鳥羽一郎が持つ海の男のイメージからは完全にかけ離れています。弟山川豊の分野である気もしますが、鳥羽一郎が歌うことで男の不器用な背中が見えるような独特の哀愁に胸が締め付けられる一曲となっています。鳥羽一郎の兄弟船をはじめ数々の名曲には、父親から受け継いだ海の男の血、母親を思う息子を思わせる歌詞が多く見られます。生き無用に歌い上げる姿からは武骨ながら親孝行な男という好印象が与えられますよね。ところがその鳥羽一郎が
TBS 私の何がいけないのに出演した際、弟山川豊に親父の全財産をお前にやるよ、親父付きで名と大方言、山川豊の方も案内中の安い土地と言い返しており、兄弟に対する世間の好感度が急降下してしまいました。またある芸人によると、母親への思いを歌った名曲みの匂いのお母さんについて鳥羽一郎が死んだババアの歌と言ったとか。しかし鳥羽一郎が父親の介護を弟に押し付けようとするばかりか、母親の死を何とも思わない非情な男ならば、低迷のために命を落としてマグロ漁船に乗るとは思えません。心の内にある愛情と裏腹の言動をしてしまう、照れ屋で不器用な男と言った方が、鳥羽一郎のイメージとしてはしっくりとくる気がします。鳥羽一郎には1988年に生まれた息子がいます。息子木村隆三によると、家での鳥羽一郎は公のイメージ通りシャイで寡黙な男だそうです。共演者をブーブークッションで驚かせるなど、お茶目な一面も持ち合わせていますが、口数が少ない上に喋らせると言葉足らず、静かに昔かたぎの男らしさを称える鳥羽一郎の背中を見て、木村隆三は父親と同じ音楽の道を歩くようになりました。しかし同じ土俵では勝てないと異形の念を抱いており、歌だけではなく作曲の勉強を熱心に言ったそうです。2014年に発売された親子の初共演作版歌は、木村隆三曰く、鳥羽一郎からこの詩に曲をつけてくれとだけ告げられ、何の気のなしに作曲したものなのだとか、不器用な父親なりの息子に対する応援のつもりだったのかもしれませんね。鳥羽一郎のもう一人の息子、木村隆三より2歳下の木村哲二もまた2016年8月に歌手デビューしており、それと同時に流鉄日記という兄弟デュオが誕生しています。兄弟デュオ結成には、俺には相談はなかったと苦笑い気味の鳥羽一郎ですが、音楽という名の兄弟戦に乗り込んだ息子たちをきっと誰よりも誇らしく思っているはずです。弟山川豊と切磋琢磨し、35年前に兄弟戦でデビューした自分の身を重ねると、より感慨深いことでしょう。演歌歌手の山川豊さんがステージ4の肺がんであることを公表しました。一度は歌うことを諦めかけましたが、闘病しながら新たな挑戦を始めています。山川、血液検査の結果見たら数値が78あるって、これはちょっと異常だと、おととし88がね、去年が78あるって言うから、ちょっと大きな病院に行って CT 取ったら肺がんが右の方にありますよということで、精密検査の結果を聞きに行ったら、ステージ4ですと、もう簡単に言うんですね。今、手術ができないから、ステージ4という、ステージ4の肺がん、脳や脊髄にも転移していることが告げられました。自分の整理がつかないですよね。なかなか、やっぱり悪い方に考えたりしますから、どうしてもね、ああ、もうちょっと歌は歌えないなと、自分自身の中ではね、ステージ4と言われた時には、うちの兄の鳥羽一郎にすぐ電話しましたから。ミリオンセラーとなった代表曲兄弟戦などで知られ、山川さんにとっては長年切磋琢磨してきたライバルでもある兄の鳥羽一郎さん、そんな兄に打ち明けたよはね、お葬式の話とかね、もうちょっとお墓はここにっていうね、そんな話をしたらバカ野郎で怒られてね、とにかく弱気にならないで、どんなことをしてもいいから治せって。そんな兄の言葉に自分を奮い立たせ、がんと戦うことを決めたという山川さんですが、待っていたのは経験したことのない抗がん剤による副作用でした。発疹も少しずつ出てきて、すごく多くなってきて、もうお尻の方も痛くて座れないぐらい、口内炎が3つも4つもできてて、なんか一人みたいな感覚で、誰もいなくなっちゃうような、そんな夢を見ちゃうんですよ。それがずっと続いているんでね。だから怖くなったりして、痛みの中で心の支えとなるもう一つの大切な存在があったと言います。ファンの中には、女性の方ですけどね、僕の病気が治るまで髪を短くしてね、坊主じゃないんですけど、男性の友達もみんな治るまでは絶対に短くするんだって言ってね。そういうものはすごく伝わってくるし、周囲のサポートもあり、山川さんの心境にも変化が。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。